ルビは、文章内の任意の文字に対し、振り仮名や説明、異なる読み方といった役割の文字をより小さな文字で、通常縦書きの際は、文字の右側に、横書きの際は、文字の上側に記されるものである。明治時代からの日本の活版印刷用語であり、ルビ活字を使用し、振り仮名やピン音などを表示したもの。日本で通常使用された5号活字にルビを振る際、7号活字を 用いたが、一方、イギリスから輸入された5.5ポイント活字の呼び名が、ルビーであったことから、この活字をルビ活字と呼び、それによって付けられた文字をルビーと呼ぶようになった。明治期つまり19世紀後半のイギリスでは、活字の大きさを宝石の名前を付けて呼んでいた。ルビーを付けることを一般的に、ルビーを振ると表現する。より専門的な用語として、組版業界用語では、 ルビを組むと表現する。少年漫画のように全ての漢字にルビを振るのを、ソウルビと呼ぶ。難読語、専門用語、架空の字名、地名などあまり用いられない単語だけに振るのを、パラルビという。組版についての詳細は組版を参照。ルビの組み方一般的な組版規則において、ルビの組み方は以下に挙げるような基本的なルールがある。親文字との一親文字とは、 ルビを振る対象となる元の文字のこと。ルビ文字のサイズ組みにおいて、ルビは基本的に親文字の半分のサイズの文字を用いる。冒頭にあるように基本の本文サイズが10.5ポイントならば5.25ポイントで、あるし本文が14級なら7級とするのがベーシックな組み方である。これには振り仮名としては親文字となる漢字1字に対して2から3文字の仮名が、 触れれば多くの場合は十分ということもある。そのため漢字二字に対してはルビ四文字が基本であり、それを超える場合には親文字の時間を少しずつ空けるか、刷食以降ではルビ文字を変形加工するか、三字ルビといった特殊ルビ文字を使用するなどの処理が行われる。グループルビとモノルビ漢字一文字ごとに読みが名を振るルビをモノルビ単語単位に振るルビを グループルビという。文字と読みの関係を学ぶ目的の文章。教科書や教材では、モノルビが使用される。つくづく字訓や当て字については、グループルビが使用される。次のように、親字一文字に該当するルビが振られる。次のように、熟語複数文字に該当するルビが振られる。捨て棚捨て棚とは、あに対する、あのように小書きで表されるかなを指す印刷用語。和文組版において、 一般的に基本とされる組み方では捨て仮名扱わない。そのため仮に自由百科辞典に Wikipedia とルビをつけるとしたら Wikipedia となる。これには小さすぎる。ポイント、合数の活字ではかえって読みづらいという問題もあり、読みを助ける意味ではこれで十分であった。ところが、すでに日本語にある単語の振り仮名であるなら、 一般原則がわかっている読者であるためそれほど問題とはならないのであるが外来語に関してはそれが一般的でないためにウィキペディアなのかウィキペディアなのかわからなくなる。言い換えればそこに教育的啓蒙的な配慮が必要かどうかという問題が生じる。上述したような教科書などの出版物では日本語の読みも含めて捨てなが使用されるし近年は その他の出版物でも捨て仮名を使ったルビ組も増加傾向にある模様である。ワープロソフトなどではルビには通常の文字が使用される。ただし、活字時代も含め専用の組版機ではルビ専用の金文字があることは当たり前だった。オープンタイプフォント製品にはこれを装備しているものがある。XHTML1.1 や HTML5 でルビモジュールが導入され、 ルビを記述できるようになった。それ以前からインターネットエクスプローラーが独自企画で先行実装しておりレンダリングが可能であったが HTML5 での記述ルールとは異なっていた。モジュラ財団が開発しているブラウザモジュラ Firefox をはじめとする月光ブラウザでも2015年5月に公開されたバージョン Firefox38 以降は標準機能として Ruby がサポートされるようになった。Ruby を振りたい親父を含む全体を Ruby タグで囲み、その中の RT タグを付けた箇所が Ruby 部分となる。Ruby タグの内側で r u b y タグで囲った部分は Ruby タグをサポートしていない環境で表示するためのタグであり、Ruby タグをサポートしている環境では非表示になる。下 Ruby を使用するような場合は、 ルビータグに CSS3 のルビーポジションのアンダーで Ruby の表示位置を指定する必要がある。上 Ruby と下 Ruby を併用するような場合は、一つの Ruby タグ内に RT タグを囲む形で RTC タグでグループ化し、複数入れることで一つの親父に複数の Ruby を振ることができるが、位置については RTC タグに CSS3 の Ruby ポジションのオーバーよびアンダーで ルビの表示位置を指定する必要がある。ユニコードでの標準的なルビ表示制御文字である。ただし、HTML のタグなどが使える環境の場合は、タグによる指定に置き換えるべきである。JISX4052、日本語文書の組み半指定交換形式でのルビの記述は、タグ付け及び特殊記号によるものである。規格上は、JISP0138 と JISX0201 と JIS。 X0208 と JIS、X0213 と JIS、X0221 と JIS、X4051 と JIS、Z8305 とを適用する。タグ付けによる対象要素の指定 HTML 上のルビ指定と同じ形式である。ただし、ルピア要素は使わない。特殊記号による対象要素の指定ルビ文字列及び親文字列からなる親文字群は次のように指定する。 開式号列、終式号列、ルビ指定括弧はを使う。ッ i s x 4 0 8 1日本語電子出版検索データ構造でのルビの記述は、表示制御記述詞によるものである。規格上は JISX0208 との組み合わせのみであるが、説明として数値文字参照表記で代用表,表記する。青空文庫でのルビの記述は、 視覚障害者読書支援協会の原文入力ルールであるルビ指定確お及び親文字開始指定文字としてのを踏襲したものである。小説家になろう、書く読むなど、小説投稿サイトでもこのルールに従っているところが多い。一太郎2017のように、この形式での出力に標準対応したワープロソフトも存在する。ピクシーフでは RB、ルビを振りたい文字。 ルビという形式でルビを記述する。ありがとうございます。